兵庫抽事選で異例表明22章、22師匠稲村応援、応援してない首長はということでですね、こちらについて触れていきたいなと思います。はい あのですねあの兵庫知事選がですねもう毎日何かしらのトピックが出てくるってところでもうとんでもない選挙戦になっているんですけども、まあ、異例表明、異例ってワードが使われているぐらい選挙期間中に22の市長が稲村さんを応援する会見をするっていうのがもうね見たことがないですね。ははいいもうびっくりしましまた、はい まあね、例えば東京都知事選挙で、まあ、東京都内の首長が小池都知事に出てくださいみたいなことが、ね、選挙を行われる前にそもそも立候補する前にあったりとか、えー、あとね和歌山県の町村会が、まあ、岸本秀平さんをです、ね、応援しますみたいなところは、まあ、選挙が始まる前に行われることあるんですけど選挙期間中に1、まあ、候補を応援するっていうのは見たことがないんでもうとんでもない選挙だなっていうふうには、えー、思います。はい、なのので反対にこの 22の市長は稲村さんを応援しているわけなんですけども、そこに名前を、ね、連れていない7人の市長がどういう方なのか、えー、こちらについてですね、まず紹介したいなと思うのと、えー、そしてですね、ちょっと市長とかね、えー、扱っておりますので、前回の兵庫県知事選で、まあ、斉藤前知事の得票率が、まあ、上位だった7つの自治体、そして、 斉藤さんより金沢さんの方が上だった10の自治体、こちらをまとめてみましたのでえ、ちょっと紹介をしていきたいなと思います。はい。でね、びっくりしたのが、僕ね、斉藤さんの地元の神戸市でスマックが一番リードしてるのかなと思ったんですけどあの、全然違かったですね。はい。まあ、そちらも含めて、えー、紹介したいなと思うんですけども、えっ、ー、と、まずですね、えー、稲村さん支援を表明した22の市長が、えー、こちらのメンバーとなっておりますと。はい。で、そんな中で、まあ、有志代表の小野市の市長。 えー、そして、市長会会長の丹、えー、波篠山師はい、えー。こちらが、まあですね。 はいまあ、ちょっと中心となってみたいな感じだと思うんですけども、えー、22の市長で稲村さんの c 持を表明されましたと、はいえー、誹謗中傷が行われるなど憂うべき状況で、えー、市民県民のために一日も早く収束してほしいですとで、まあ、そんな中でですねちょっと文章とかで、えー、言われていた、えー、内容でいきますと、えー、私たち県内の市長は少子高齢化の時代の中で、えー、子育て教育若い人の定着地域医療公共交通農業農村の振興などさまざまな課題に挑戦していますがこれらの取り組みや 兵庫県との連携なしには成し遂げられません。そしてそれを担える人は明るく元気なしっかり者で弱きを助け、市民、県民に寄り添う稲村和美さんであると考えます。稲村和美さんは震災ボランティアから政治を志した方で純粋でひたむきな兵庫県を思う気持ちにあふれております。兵庫県議会議員、尼崎市長としての政策と改革の実績からも兵庫県を立て直す地位として支出十分です。稲村和美さん、この一つに兵庫県政が新たに出発することを願い国 ここに表明しますところで322の、えー、証明がドーンとね書かれているわけなんですけどもでちなみに7月の末にですね斎、まあ、藤憲政3年目を迎えるタイミングで神戸新聞さんが斎、まあ、藤憲政を評価するかしないかみたいなアンケートを取っていてでその時は評価しないって答えた方に関しては7名しかいなかったんですよ。でその7名のうちこの 小野市長、有志代表の小野市長に関しては全く支持しないっていう表明をされていて、そして市長会会長の丹波笹山市長に関しては、どちらかといえば支持しないというこの7名のうちの2人が、この有志の代表と市長会の会長っていう、まあそんな形で動かれているっていうような形になっております。はい。 そして、じゃあこのですね、まあのー、稲村さん支援に表明していない7名え、これが神戸市、赤市長三田市長芦屋市長豊川市長西脇市町、薮市長というえメンバーになっているんですけども、でまず神戸市長これ、久保さんに関しては、え元と斎藤さんに批判的です。はい、まあねもう まあ、えー、もともと斎藤さんに納得できる説明がないとか、えー、斎藤さんの成果わからないみたいなね、えー、ことをちょっと言われたりもしていて、まあ結構批判的なんですけども、えっ、ー、と、自民党の神戸市議団がですね、まあ元々維新の参議院議員だった、えっ、ー、と、清水さんの方を応援してるみたいなとこもあるんで、で、今後もね、ちょっと市長選も近いですし、みたいなとこで、まあ、ここに名前をつられなかったのかなっていうふうには思います。なので、別に神戸市長が斎藤さんを応援してるっていうわけではないっていう、えー、とこですね。はい。 赤いの丸谷さん丸谷さんってもともと泉久保さんの応援を受けて当選した方で割とね稲村さんとめちゃくちゃ思想合いそうだなっていう風に思ったりするんですけども、えー、この前のね兵庫9区、えー、まさかのね西村康稔さんを応援してもともとね泉久保さんの応援を受けて当選した県議が衆院選で出たわけなんですけどもそっちを応援せずに西村さんの応援するみたいな形で、えー、かなり衝撃を与えておりましてで今回もですね兵庫県議補選赤市選挙区に関しては、えー、自民党の所 にねなんか応援みたいな行ったりみたいなとこしていてあ丸谷さんの動き結構注目したりしてるんですけどもで今回稲村さんの応援に入っていないっていうあこれはねびっくりしましたねはいえそして三田市長の田村さん、まあ、この方も泉房穂さんの応援を受けて三田市長選当選した方でなんとですね自民公明立憲国民民主の応援を受けた人を倒して泉房穂さんの応援で勝った方なんですけども だから、泉久さんが誕生させた首長が、2人とも稲村さんの応援に行っていないっていうです、ね、わけの分からない、えー、状況になっていて、でこの田村さん、語たれたのもえ、三田市民病院の、まあ、移転計画、これを白紙にしますみたいなところを公約に掲げて、えー、当選したんですけども、あのすぐですね、えー、原稿通り来ますって言って、それでもともと応援した人は、ふざけんなみたいな感じでぶち切れてると、で今、リコールを、ね、求める動きがあったりみたいなところで、えー、僕、今年の9月に、えー、三田市議会議員選挙に票を、えー、までね、 えちょっと見に行ったりしていてであの共産党さんが。 斉藤知位の件全く売れずにこの田村さんをひたすら批判するっていう <laughs> あの斉藤さんよりも田村さんのほうがひどあのです、ね、共産党としては許せないっていう、まあ、そのぐらいの状況まで三打指ではなっていたっていうえところで田村さんねいろんな政党的に増し勝った方なんで、まあ、そもそも首長としても割と浮いてるのかなという風には思いますでちなみに田村さんに関してはこの7月末の、えー、神戸新聞さんのアンケートの方ではどちらかといえば、えー、斉藤さんについて支持しないというところを表明されているっていうえところですねはい。 えそしてですね、えー、去年の統一地方選挙で話題になりました、えー、最年少、師で当選した芦屋師ですね、ハーバードとか卒業してみたいな感じなんですけども、でこの高島さんに関しても、かなり対話とかをね、えー、しながら、市民で街づくりをしていくみたいなところを訴えられているんで、まあ、ここでねちょっと分断するような、どっち応援みたいなところを、ねえー、しないっていうのは、ちょっと高島さん、うまいねやっぱ立ち位置、えー、取られてるなっていうふうには思います。はい、で高島さんがじゃ全く選挙の応援入んない人なのかというと、そうではなくて、 で今年の衆院選、兵庫7区で自民党の山田衆議院議員の応援入っております、まあ、めちゃくちゃ悩みましたが、個人として応援しますみたいなことはね言われてもいたんですけども、高島さんは今回ですね、兵庫知事選のところには態度、どっちかっていうのは言っていないっていう形ですね。ちなみに選挙期間中に関しては、栃木県の宇都宮市長選挙に応援行ってます。はい なので、はい、別に応援しない方っていうわけではないっていう、えー、とこなんですけども、千葉でね、印西商戦とかも応援行ったりとかも、えー、しているんで、はいあ、ちなみにもう一個ポイントでいくと、高島さんって、なんか教育の人事をやるときにあの、否決されたんですよ。で、その時に否決したメンバーっていうのが、実は自公は賛成していて、えー、維新、共産、そして立憲民主党の市議とかが反対してるんですよ。 で、いったら高島さんの今回、だからその教育人事とかを否決した方っていうのが結構稲村さんの応援とかにも入ったりしているみたいなところもあるんで、いや、その影響あるのかどうかは分かんないですけども、まあなんか、 で特にね、芦ア屋ア市議で結構、インプレッション数とかかなり高く稲村さんを応援している方とかも、えー、この教育の人事とか、否決、反対してたんで、まあ、その辺の影響あるのかどうかっていうのは分かんないですけど、そういったこともありましたってところですね。はいで、えー、そしてですね、あちなみにその、えー、と自民党の山田健二さんの応援してったのが元、もと高島さん、自民党員で、市長選のタイミングでもこの山田健二さんに応援してもらってましたし、っていうのもあるのかなっていうには思います。はい でそして、えー、豊岡市長、えー、豊岡市長に関しては、えー、そうそう、斉藤さんの演説の場にいましたと。で、えー、前回の豊岡市長選挙の時に、自公推薦の現職を破って勝たれた方なんですけども、で負けた、いったら、この、えー、負けた方のの、えー、現職ですね。はい 元職の方に関しては今回稲村さんを応援しているみたいな状況になっていて、でしかもね、これ来年豊岡市長選挙あるんで、その辺の動向みたいなところもえちょっと気になるところかなというふうには思います。はい。えそして西脇市長。はい、えー。この片山市長になるんですけども、えー、この方も斎藤,藤さんの演説の場にいましたと。で、元々もとおねだりみたいなこう報道された時に、西脇市長に関しては、 この地場産品の PR は地位の大切なお仕事で、おねだりと表現するのは違和感ありますというところを結構きっぱり言われていた方なんですね。で、実際、この7月末のアンケートのところでも、まあ、これ、斉藤さんを、まあ、言ったら斉藤県政を,を評価するって言われていたのが、反対も7人でしたけど、賛成も7人いらっしゃいまして、そのうちの1人がこの西明市長ですね、片山市長に。 えー、なっております。というえー、ところです。はい、どちらかと言えば支持するっていうえー、回答をしておりました。えー、そしてですね。藪師匠で藪師匠の大前さんに関しては、10月の20日にえー、当選してるんで、まだこう日がないっていうえー、ところなのかなという思います。はいで負けた10月の。 20日に負けたえ広瀬前矢部師匠に関しては、この斉藤さんの演説会場に行かれて、まあ、前回の地位戦で唯一単独でね、斎藤さんを教えたのが、前矢部師匠の広瀬さんだったんですけども、はい。で、その広瀬さんに語れた大林さんも、稲村さんのえシーンにはまだ入っていないっていうようなえ状況ですね。はい。まあ、そんな形になっております。はい。で、あとですね、この22のね、賞で、まあまあまあ、この尼崎師匠の松本さんとか、それはね、もう稲村さんの後継で当選しているんで、稲村さんを応援するっていうのもわかりますし、例えば西宮市長の AC さんとか、 あとですね、川、まあ、西市長の越谷さんは、まあ、民主系の人ももちろん応援しますよねっていうような、えー、宝塚市長の、ね、山崎さんとかも、まあそれはそうなりますよねっていうような、えー、感じなんですけども、はい。で、ちょっと個人的になったのが、オレンジの洲本市長、淡路市長、南淡路市長え、こちらの3名に関しては、淡路島のところで西村康稔さんの選挙区内の方なんですよ。であここがいたら 西村さんが前回斉藤さんのね、まあ、いった自民党推薦の、まあ、ちょっと影響を与えたみたいなところも、えー、言われておりまして、で、そこが今回ね、自民党の明石主義とかが割と斉藤さんをね、えー、応援を表明する人が多い中で、あ、淡路島があ、あ、稲村さん行くんだっていうのが衝撃でした。で、しかもこれ、4月末のアンケートで、 例えばこの相本市の市長、えー、だったりとか南アジア淡路市のこの3つの市長に関しては斉藤さんをどちらかといえば支持するって7月末では答えてるんですよ。で、あ今回稲村さん行くんだな、しかも西村哲さんのとこでみたいなとこは、えー、かなりびっくりしましたね。一応ね、この、えー、淡路島の例えば県議で受かっている、えー、原 で、原さんっていうですね。はい。えー、県議がもう稲村さんをね、かなり応援する文章みたいな、毎日だみたいなところがちょっと話題になってたんですけども、まあその辺の影響はあるのかどうかっていうのも気になりますね。はい。えー、そしてですね、もう一つ、ちょっと、 違うベクトになるんですけど、丹波師匠の林さん。で丹波師匠に関しては、これ、兵庫県知事選と同日にあるんですよ。で、普通選挙と同日だったら、あんま表明しないのかなという風にね、師、え、匠、ー、とかいろんな多くの人に、えー、入れてもらわないといけないんで、みたいなとこあるんですけども、林さんがここをあ入れてきたか、みたいな、えー、とこはびっくりしました。で、しかもこの林さんっていうのが、 実はね、4年前、ちょっとね、バズったパターンになっていて、まあ、あの、この中でお金配り系当選秘書みたいなの結構誕生したんですけど、その一人です。はい。全市民に一人当たり5万円還元って言って、えー、最終的に配っていないっていう、はい。<laughs> あの、お金配ると言って、あの議会で否決されるっていうですね、まあ、この、えー、お金配り系で実際に配っていない系の秘書なんですけども、で、実際で、ね、それが、あのー、 この前、まあ、お金配り系がね、えー、当選しまくるブームがあった時に、えー、4年前、小田原市長だったりとか、岡崎市長とか、そこで新しい市長が誕生してみたいなことがあったんですけど、えー、実際に配れなかった市長に関しては、まあ、小田原市長選、岡崎市長選、今年も連敗してるんで、まあ、今回、じゃこの丹波市長選ね、お金配り系配れなかった市長に関しては、また連敗が続くのかどうかっていうのも、えー、ちょっと注目なのかなと思います。はい この林直一子さんに関してはシンプルにこの選挙自体が面白いですっていう、えー、ところですね。林さんが受かるのか受かんないのか注目でございます。はい。えー、そしてですね、えー、兵庫県選前回の結果で斉藤さんが85万票で金田さんが60万票っていうですね、まあ、25万票ぐらい、えー、差があったわけなんですけども、じゃあ斉藤さんの上位のとこっていうのはどこだったのかと言いますと、えー、まず1位かですね、高町っていう。 とこなってていこれは54.5%、投票率取られておりましたと。はいで、実はこの7月末のアンケートで、高町長に関しては、斎藤さんをどちらかといえば支持するっていう回答されております。はいそしてね、今週、先ほどね、同日に選挙がある丹波市、だから丹波の市長選とか来られるんで、丹波市に関しては投票率上がるんじゃないかなっていうふうには思っているんですけども、ここに関しては前回、斎藤さんが2番目に受かったところです。はいで番目が神戸市の 中国50.6%で4番目が芦屋市ですね。はい で5番目が西秋市、で6番目が南淡路島のところですね。で、7番目が神戸市の東灘区っていう、えー、ところなので、ただ一応稲村さんの応援入っているのは芦屋、西秋、神戸市とか、まあ、そういうところに関しては多く、はいえー、この斎藤さんの特許率上位のところに入っているっていうような、えー、形で、斎藤前知事が前回46.9%だったんですよ。で、えー、地元の、えー、神戸市須磨区に関しては48.3%。だから、これ平均よりはね、えー、地元は上なんですけども、ただそれよりも上のところが7つの自治体ありましたっていう、えー、形 でございいいますすははい、は以上のところはですね、はい、でね一方ですね、えー、前回金沢さんがリードしていた実際どこなのかと言いますと、えー、まず1位がですね上町はい、えー、これ47.1%で,で2番目が斎藤さんのね応援、えー、に回って豊岡市、えー、豊岡市と斎藤さんの応援に回ってまあのー、演説会場であいましたけども豊岡市は実は、えー、金沢さんが2番目に得票率が高かったエリアになっておりますはい。 で3番目が矢部市ですね。はいだから稲村さんの支援、えー、に入っていない自治体が結構ね、えー、斎藤さんあんま取れてないというか、金沢さんがリードしているエリアだったりするんですけど、まあこの理由はちょっと明白で、まあ単純に鳥取とか京都とかに近い、いったら兵庫、神戸市とか、い、まあ、ったら尼崎とか、そういったところがめっちゃ離れているまあエリアですね。まあそういったところが割とですね、やっぱ金沢さんがリードしていて、斎藤さんがあんま取れていなかったと、まあ単純になんか維新のこの、票、えー、取れるところと 取れてないとこみたいなところとちょっと割と比例してんのかなみたいな、えー、そんな形ですはい。なので今回のだからこの兵庫県中戦って稲村さんが天ヶ崎一生だったんで天ヶ崎って大阪と近いんで本当は維新結構割と取れるとこでただ稲村さんが天ヶ崎では圧倒的にリードする展開になるのかなっていう風うには、えー、思っておりますはい で割とこのね情勢とかでも割と稲村さんが大阪大使東部で割とリードしてるみたいに言われていてで本来斎藤さんが苦手としているこのね鳥取に近いエリアとかまあそういったところは割と組織がね多分強いのかなっていうふには思うんですけどもそうなるとこういったところも稲村さん強くなるんですよ。 だから、稲村さんにとっては、めちゃくちゃこの自治体的な構図で見ても、相当有利に働くんじゃないかなというふうに思っておりまして、にもかかわらず、今回斉藤さんが金を追い詰めてると。で、本来ですね、こういった、あんま聴衆が集まらないようなエリアでも、斉藤さんが入れすると、めちゃくちゃ人数が集まっていて、みたいな感じなので、まあ、こういった、例えば鳥取に近い自治体とかが、どういう結果になるのかみたいなとこも、えー、注目なのかなというふうに思いますし、なので、今回の兵庫チリ選まあ、開業日に各自治体ごとに、 得票を見てくるのも、まあ、静岡県知事選みたいにめちゃくちゃ楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。全体の票だけじゃなくて、あこの市はえ稲村さん勝ったとか、この市は斉藤さん勝ったとか、めちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でえ、先日の動画でね、自民党の国会議員が、えー、続々とですね、稲村さんを応援してるみたいなところをね、挙げたんですけども、さらにですね、僕はちょっと昨日動画を上げた後に、えー、山口、えー、12個の山口剛さんも、えー、稲村さんの応援、えー、行かれましたと。なので、自民党の8名、まあ、あの、 八名ですね。はい。えー、それこそですね。 あのこちらの、えー、関さん藤井さん大木さん山田さん以外の谷小石さん、えー、5区の谷小石さん10区の徳川喜三郎さん11区の、えー、松本武明さん12区の山口剛さん、えー、こちらのメンバーが稲村さんを応援しているとでしかもこの5区10区11区12区っていうのが先ほど言った、えー、鳥取とか京都とかに、えー、接している、えー、実際だったりとか、えー、割と岡山寄りの、ね、とこだったりとか、まあ、そういったエリアがちょっと中心になってくるんでやっぱ畜、まあ、町村地でやっぱ稲村 さんねえ相当有利でしかもえ都心部とかね大阪に近いところでも稲村さんもともとやってたんでしかもそこのもともとねそれこそ首長とかできますとこちらのねはいあのメンバーとか。 割と大阪寄りの自治体とか西宮だったりとかまあ川西とか割とそういったところでもまあ首長とかが稲村さん応援してるんでまあそんな中でね斉藤さんがこうどうなっていくのかはいまあ、でも逆に言うと今回この首長とかが応援したことによってまあ組織 VS みたいな本当は稲村さんってなんか組織を倒していく側の タイプの人間だと思うんですけど、この稲村さんが組織側の方になったっていうのは、なんかどういう影響があるのかなみたいなところは、なんかちょっとだから普通のなんか稲村さんの選挙とおそらくちょっと違う展開といいますか、えー、そういった感じになってるんで、その辺も気になるかなというふうに思いますね。しかもですね、この選挙 .com チャンネルさんで兵庫県知事選の動画があったんですけども、その中で、 橋橋本健ささん、ん、えー、元神戸市議の橋健さんですねあの、今江理子さんとのあれでねちょっと話題になった方なんですけども、えー、その方の解説のところで、まあ、ある新聞社ではもう接戦あの並んだみたいな。 えことをですね、えー、言われてておりまし僕、その情報を全く知らなかったんで、とうとうある新聞社が並んだという情報出てきたんだとうう思ったんですけども、まあ、それぐらい、やっぱり首長がね今回応援しないといけないぐらいかなり、えー、追い詰められているのかなという稲村さん陣営に関してはかなり引き締めにあかんないといけないぐらいの、えー、状況まで追い込まれているのかなとうう、えー、思います。ははい。ああと個人的には橋健さんがですね、あのー わざとこれ横一線というワードを使わなかったのか、一線というワードを使わずに、わざと並んだというですね表現を使ったのか、たまたまだったのかみたいなところもねちょっと気になったりもするんですけども。失礼いたしました。 ということで、はい。あ、で、西村康優さんのところは、えー、外しておりますってところで、えー、ちょっとどうなっていくのか、えー、注目でございます。えー、ぜひですね、えー、兵庫地線戦、またね、明日も何かしらの出来事起こってくるかもしれないですので、えー、注目をしていきたいなと思います。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。